新潟県長岡地域振興局からのお知らせです。今日は新潟県新潟日報 FM 長岡コラボ企画、地域の魅力発信しますをお送りします。本日は1月14日の新潟日報朝刊に掲載された民話の里訪ねての記事を書かれた新潟日報長岡支社の記者三木ゆかりさんに、見附市にある天狗岩についてお話をお伺いいたします。三木さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、見附市には天狗岩という立派な岩があるんですね。はい、見附市の大田町の大田神社にある岩です。はい、少し苔むしていまして、岩の高さは2メートルほどです。そこには天狗が座っていたと伝わっています。はい、その天狗岩の表面には数箇所のくぼみがありまして、はい、それが天狗が駆け上がった時についた足跡と伝わっています。実際に1月14日のですね、この記事に写真が出ております。大きいですね。そうですね、すごいゴツゴツしているのが、はい、わかります。その写真には、これ地元の方でしょうかね。あ、そうです、ね、写ってらっしゃるので、はい、岩の大きさがすごくよくわかりますね。はい、そうなんです、ね、この天狗が座っていた天狗岩について伝承されている方はいらっしゃったんでしょうか。はい、はい、大田神社の近くに住んでいる方で、うん、地域の昔話を伝承している三附昔話の会穂田あかりの代表を務めていらっしゃいます小林秀明さんにお話を伺いしました。はい、小林さんは子供の頃、この天狗岩周辺が遊び場で、うん、夏でも涼しくて怖い感じがあった、うん、悪いことをしたら天狗様の罰が当たると思っていたと語ってくれました。本当に天狗がいるんじゃないかっていうね、そういう雰囲気も感じさせてくれるわけですが、はい、これは一体どんな伝承なんでしょうか。三附の大田神社の裏手には天狗が住んでいるという山があったそうです。山には天狗の足跡がついた岩があり、その山の下には冷たくて美味しい水が湧き出ています。ある時、馬に乗った侍が村を通りかかると、赤い顔で長い鼻の天狗が山にいるのを見つけました。侍は天狗に弓矢を向けると、光で目がくらんで馬から落ちてしまったそうです。はい、侍はやっとのことで起き上がり逃げていきました。その夜のことなんですけれども、村人たちは山から響く轟音を聞いて、それは天狗が怒ったからだと思ったそうです。まあ、弓矢を向けられてしまったわけですから、これ天狗様もね、怒りますよね。そうですね、うん、はい、村人たちは翌朝山の麓に行ってみたそうです。はい、すると湧き水がほとんど出なくなっていまして、うん、みんなでもう一度元のように水が出るようにしてくださいとお願いすると、再び水が流れるようになったと伝わっています。あ、罰が当たったということになるでしょうかね。そうですよね、うん、小林さんは祖父母からの教えで、この神社で弓矢を作って遊んではいけないと小さい頃に言い聞かされてきたそうです。ね、はい、民話が生きているなと感じました。うん、そうですよね、はい、他にもですね、この山の下から出ている湧き水はかつて天狗の水と呼ばれていたそうです。はい、どんなに体が疲れていても飲めば楽になったと伝わっています。現在は大田の清水と呼ばれ、自由に飲んだり持ち帰ったりすることができるそうです。天狗岩だけではなくて湧き水も名前を変えて伝承されているということなんですね。はい、穂田あかりの他のメンバーの方にもお話をお伺いしたんですけれども、この湧き水をコーヒーや料理に使うととても美味しくなると教えてくださいました。うん、生活になくてはならない水だということもおっしゃっていました。見附市以外からも湧き水を汲みに訪れる人がいるそうです。地元だけではなく広く飲まれているお水ということなんですね。はい、これ実際に取材してみてですね、感じたこと、またラジオをお聞きの皆様に最後メッセージをお願いいたします。はい、この大田神社なんですけれども、はい、本当に杉ですとか、うん、欅ですとか、はい、立派な木々が立っているところでして、うん、少し山の上は鬱蒼として、うん、本当に天狗がいそうだなと思う場所でした。ね、見たことはないですからね、はい、天狗がいそうな場所、はい、そうですね、雪が多い時期は、うん、
神社の上に上がることは難しいので、はい、今は見ることができないと思うんですけれども、山の下の湧き水は自由に飲むことも汲むこともできると思いますので、ぜひ一度足を運んでみていただければなと思います。見附市の大田神社にある天狗岩の物語を知りたいという方はですね、ぜひ1月14日の新潟日報朝刊民話の里訪ねての記事をご覧ください。三木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は3月2日木曜日です。マット・ムジナの穴、佐渡島まで逃げ道掘るの記事を書かれた田中慎太郎さんが登場します。